クリスティアン・マッジョは、イタリア・ベネト州モンテッキオ・マジオレ出身のサッカー選手、US レッチェ所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。元イタリア代表。地元のビチェンツァ・カルチョでキャリアをスタートさせ、2000から01シーズンにセリエ A デビュー。チームは、セリエ B に降格したが、2シーズンはチームに残り、2003年夏に、 同じセリエ B のアッコフ・フィオレンティーナに移籍。2003から04シーズンは主力として42試合に出場し、セリエ A 昇格に貢献した。しかし、昇格後のチームでは補強や自身の故障もあり、出場機会が激減し、2006年1月15日にトレビーゾへレンタルで移籍した。2006年7月4日、UC サンプドリアへ。 買取オプション付きのレンタルで移籍。31試合出場と定位置を確保し、シーズン後にサンプドリアへ完全移籍を果たした。翌2007から08シーズンはさらに29試合で9ゴールをマークする活躍を見せた。2008年6月11日、SSC ナポリへ加入。2009年10月6日、ロベルト・ドナドーニが解任されて、 サンプドリア時代の恩師であるワルテル・マッツァーリが新監督に就任すると右ウィングのポジションをつかみナポリの復権に貢献した。2015から16シーズンは8試合、2016から17シーズンは7試合のみの出場となった。2018年7月6日、ベネベント・カルチョに移籍した。2021年2月1日、US レッチェに移籍した。 2007から2008シーズンの活躍により、イタリア代表への声がささやかれるようになったものの、結局このシーズンに招集されることはなかった。その翌シーズン、移籍先のナポリにおいても開幕から高いパフォーマンスを披露し、ついに2008年10月5日、マルチェロ・リッピ監督により、代表初招集を受けた。11月19日、ギリシャとの親善試合で、 後半途中から出場し、代表デビューを果たした。2010年のワールドカップのメンバーにも選出され、大会では、スロバキア戦の後半に途中出場し、1試合だけ、経験している。チェーザル・プランデッリ監督になってからは、2011年2月9日のドイツとの親善試合以降、ユーロ2012予選にも、常時的に招集。ユーロ本大会でも3試合に出場し、 イタリアの準優勝に貢献した。2013年コンフェデレーションカップに臨むイタリア代表に選出され、日本戦などに出場した。2014年のブラジルワールドカップに向けた30人に選出されたものの、23人の本、登録メンバーからは落選した。ありがとうございます。